健坊さん、そして小鉄くん、はい、みんな、はい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 、小鉄くん登場しましたけれども、鉄を登場しました。取られるのがね、はい、ちょっと嫌みたいですね。はい。さあ、今回はですね、ちょっとカバ。はい。この実はカバっていうのは、可愛いんですけれども、実はちょっとどうもな部分も、はい、あるというようなところをちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい。はい、まあ、隠れた陸上最強生物というような形でですね。まあ、もうでかいですしね、うん。縄張りに入ったら容赦しないぞと。まあ、このカバ、まあ、分類は哺乳類ですね、はい、そして生息地は、南部のアフリカ、はい、そして大きさは体長 3.5m から4m、 でかいね。まあ、動物園にいるカバっていつ見ても、まあ、水の中で泳いでいるか、うん、隅っこでじっとしているというような感じなんですけれども、そうですね、のんびり屋さんな雰囲気があって癒されるというような印象なんですけれども、うん、彼らが野生で暮らすアフリカでは実はライオンよりも危険な恐ろしい猛獣として知られている。縄張り意識の強いカバは、自然界では、糞を飛ばして自分のテリトリーを主張する、はいはい、そこに侵入したらたとえ同種のカバでもライオンであっても大きな口を開けて巨大な剣歯で攻撃する、はい、まあ、小獣知らずで実はそういった凶暴な獣、これが縄張りに入ってきたやつは許さへんと、まあ、いうような、ね、噛まれたらもう人もたまりもないですよね。まあ、カバはゆったりとしたイメージがあるので凶暴といっても襲われなければと思うかもしれませんが、しかし意外にもあの巨体で陸上では時速40キロ、はい、水中では60キロ、水中の方が速いですね。そうですね、水中が、まあ、普段、まあ、水中にいるということなのかな、まあ、浮力もあるんでね、そうですね、水中では60キロ追いかけてくる、恐ろしいですね。一度怒らせてしまうと逃げることはできず、およそ1トンの顎の力で襲われると、まあ、言うたら自動車、まあ、1トンぐらい、自動車に50キロで追いかけられるようなものですから、ね、そうですね、恐ろしいです、まあ、アフリカでは年間約500人がカバに襲われて、まあ、亡くなられているというようなことも伝えられたりしているので、実はこのアフリカ、ね、その野生動物がいっぱい生息するところではこのカバが人間を襲うというケースが非常に多いと。でそういうところ旅行に行ったらね、やっぱりこう、ね、あのプロのガイドの方について行ってもらわんと、大丈夫だと思ってもそれがカバの縄張りやったらそれはひとたまりもないという形になりますし、まあ、人間と同様ちょっと見た目では分からへんぐらいのね、カバは愛らしいというイメージがありますし、温厚というね、まあ、顔つきもね、なんかのんびり屋さんな顔つきしてますしね、だし、まあ、あのトラとかね、ライオンとかはなんかもう、ね、肉食っていう見た目がね、見るからに怖いですからね、けどカバはちょっとそういうイメージないですけども、実はとこういうような、そういったようなね、カバのこの一面という形で、カバの生息地にね、もし旅行などに行くときはね、ちゃんとガイドさんをつけると危ないですね。そうですね、プロのちょっとそういった形のね、コーディネートをしてもらって行く方がね、安全ですよね、はい、そういった形でちょっと今回はカバの、ちょっとお話をね、させてもらいました、はい、はい、またね、この動画見ていただける方で、また動物とかのね、コメントでもいただければ嬉しいです。次回ね、またこんな動物を紹介してほしいとかね、そうですね、いただけるとありがたいですね、励みになります、はい、はい、ではまた次回、ありがとうございました、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。